服部ト聖一服部ト聖一明治41年8月15日は明治時代の文学者、ジャーナリスト、郷は武将、道の区国出身。1841年、日本末藩の十官であった、服部貞十郎の長男として生まれる。祖父の服部貞十郎は新州人だったが、日本末藩の十官に兵され、その子の藩十郎も十官として勤めた。 藩校系学館、湯島聖堂に学んだ後、藩校の教授を務めた。1869年に、藩の公用人として上京したが、廃藩知見により職を失い著述業に転じた。1874年、文明開化のさなかにあった、東京の風俗を描いた、寺門政権、江戸藩上期の明治版とも言うべき、東京新藩上期を出版し、文体も、 江戸繁盛期流の変態漢文で、当時、福沢諭吉、西洋事情、世界国人に並ぶ、一万数千部のベストセラーとなる。この収入によって、吉松まこい坂に新定を営み、休暇すみろをした。またこの知名度により、当時の著作の作者名や序文に、服部の名を借りるものが多くあった。木版であった、東京新繁盛期の活字版雑誌として、 1876年に、旧春社を設立して、週刊の東京新紙を発刊した。内容は、繁盛期風の漢文と、金混じり文の義文や、東条竹緑による人情小説で、著名人の演文や政治への風刺批評を立てよこして、当時としては、大きな発行部数を得た。続いて、姉妹誌、春の草誌も、発行、金文を多くし、 ハットリ以外の文章も多く、一年ほどで廃刊した。1880年頃には、正論雑誌、考古新報を刊行し、週2回発行。1882年に、師匠人、丸谷新八の支援で吸収者の事業を拡大し、東京新繁盛期後編、馬金作品を明治に移した、第二世無双、表絵誇張物語、等の伝記本。 縫造機団などを発行した。1882年には、立憲改新党に加入し、山田紀之介、市島健吉、高田さなえ、天野ためゆき、砂川俊夫らと、政治新聞、内外政党事情を発行。各参加者の多忙により数ヶ月で廃刊となったが、ついで民権拡張を論じる、公益問答新聞、中外広間新報などを発行した。 これらは政府批判からたびたび発禁処分となった。東京新紙も新聞市条例によりたびたび罰金や発売禁止処分を受けたが、井上薫霊場の暴露記事により、ついに高級の発行禁止処分を受けることになった。直ちに同様の内容の、あずま新紙を発行開始したが、丸や新八時計面で訴訟となり、あずま新紙は丸八に譲り、1888年、 経過春報を発刊。しかしこの頃には、漢文雑誌は時代に合わなくなって、廃刊となった。その後、文部省図書か目めなどを経て、1896年に、宮城県人常中学校の教員となり、作文や漢文を教えた。その時の教え子には、吉野作蔵らがいる。1908年に、夏季休暇で上京したが、脳一血のため、東京市牛込区 何度町の長南宅で死去した。戒名は、清崎院新穂まれ、清志勘古事。墓所は、青山霊園一路マイナス七から二十三。死の直前、遠征外の長男の家庭教師となり、日本に一時帰国していた、吉野作像を訪ねて、老後の思い出に、死なに行きたいから終戦しろと頼んでいたが、それは叶わなかった。娘は、赤坂氷川神社の狛犬を掘った、遺宿。 須藤乙吉に嫁いだ。その孫が徳光和夫である。東京新繁盛期から東京新史の文体は陸長風や六教の引用から浄瑠璃の文句、土土ツ漢詩など多彩なものを一体にした大胆なもので、まとめかけを、盆栽、管理を生ず、土壌と呼ぶのも、はっとりの造語だった。東京新繁盛期により、江戸繁盛期が再び注目されるとと,ともに、 続いて、同種の作品として、鳴島し北、柳橋うほ石井南京、新橋雑記、菊池しいなんきょう、しんばしざっき、きくちさんけええ、にしきょうそその他地方を題材にした類書が、さまざまに出たが、売れ行きでは、及ぶところではなかった。東京新んの下流会などの記事執筆者には、くわのええ、あらいりょうた 西森武史上、結城さんなどがいた。ありがとうございます。